Thank you.
よかった。全員
そりゃあタクマが必死で頼みに来るからさ、無視するわけにもいかないじゃん。さっきまであれこれと悩んでいたくせにか。わあ、それは言わない約束だろ。タクマくん、心配ばかりかけてごめんね。私もう大丈夫だから。バッチリ復活したんだよね。そうか、よかった。タクマのおかげだな。ハルとミユキもちゃんと来てくれてありがとな。それで本題のミュウちゃんの救出の件だが。それについてはまず俺から一つ言わせてくれ。本当は妹のためにみんなを巻き込みたくはなかったんだ。なのに。うわー、マジかよ。あのカイトがすまねえだって。ミノル、茶化すな。そうだよ、カイトの真剣な気持ちに水を差したらダメでしょ。ミノルって本当調子者なのね。わかんないかな。俺はね、わざと空気を明るくしようとしてるの。私たちに申し訳ないと思うことはないわ。そうよ、私たちみんなミユを助けに行くつもりだったもの。むしろ謝るのは私たちの方かも。一刻も早く助けに行きたかったはずなのに、集まるのが遅くなってごめんなさい。いや、昨日のこともあったからな。仕方ねえって分かってるから。そういうわけだから、みんな手を貸してくれ。ああ、もちろんだ。ちょっと待ってくれ。この状況で言うのは申し訳ないが、本当に行くつもりなのか。シュー、今のどういう意味だよ。そのままの意味だ。化け物の敵に正体不明の霧、その危険性は昨日十分に味わったはずだろう。亮と同じように、もしかしたら彼女ももう。なんてこと言うの、修二さん。あ、僕は客観的な意見を言っただけで。ミユは助からねえってのが客観的な意見だって言うのかよ、てめえ。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い、怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認められねえ。僕はここにいるみんなの命に責任があるんだ。リーダーとして慎重な判断を下す必要があるんだ。何がリーダーとしてだ。なも、ただ臆病風吹かせてるだけじゃねえか。おい、カイト、やめてやれ。僕は臆病なんかじゃない。君のような無鉄砲な人間にはわからないかもしれないが、年上には年上としての責任があるんだ。シュージも、やめてよ。うるさい、お前は黙ってろ。シュージさん、ちょっと落ち着いてください。カイトだって兄としての責任があるからこそ必死なんですよ。それはそいつみてえな軟弱な野郎に俺の気持ちが。兄貴の責任の大きさってもんが分かってたまるかよ。僕が無責任だって言いたいのか。ああ、もうこれじゃいつまでたっても話が進まないじゃない。僕やだよ、みんなが喧嘩するの。
そんなの僕だ。言ってくれ。俺じゃあここは民主的に多数決とか。それはどうなの、人の命がかかってるのに。冗談だって。それはないぞミノル。そんなこと言われたってよ。そんじゃ探しに行く組と残る組の二手に分かれるとか。それは反対だよ。行くなら全員でだ。俺の意見全否定じゃん。タクマが何とか言えって言ったのに。ごめん。もういい、手を貸してくれって言ったが、揉めるならなしだ。じゃあな、俺は行くぜ。よせ、邪魔するな。シュウジさんもカイト君もいい加減にしてください。葵君、すっげえ、あの二人を一気に黙らせた。なかなかに勇ましい声だったな。ここで言い争っていて何になるんですか。こんなの時間の無駄です。カイト君、修二さんと喧嘩してもミュウちゃんは助からない。そうでしょ。それは修二さん、危険危険って言いますけど、危ないからってここにこもるつもりですか。そんなつもりは。ミュウちゃんを探し出すのはもちろんですけど、元の世界に帰るための方法を見つけるためにも行動するべきだと私は思います。あれ、なんか急に葵の声がちっちゃくなった。なんか切ったのはいいけど、途中で恥ずかしくなったんじゃない。葵、恥ずかしがることなんてないわよ。さっきの葵とってもかっこよかった。いえ、ごめんなさい、私なんかが偉そうに。いや、葵くんの言う通りだ。すまない。俺もカッとなって悪かった。よし、それじゃミンを助けに行くっつうのにまとまったってことで。いや、なんでミノルが仕切り出すのよ。なんかそういうノリが必要かなって思ってさ。で、どこに向かえばいいんだ。確か昨日遊園地に探しに行くって言ってたよな。ああ、昨日会ったテントモンってやつの話によれば、ミュウはアルケニモンから逃げた後遊園地の方へ行ったみてえだ。テントモンがキラキラしたとこって言ってたやつだよな。向かったのは本当に遊園地で間違いないのか。ほぼ間違いねえよ。あいつは昔から遊園地が好きだったからな。それが突然見下ろしたところにできてるなら行かないわけがないってことか。キラキラの大きな輪があってすごかったもんな。子供ってのはみんな漏れなく遊園地が好きって相場が決まってるしな。みゆきとはるだって好きだろ、遊園地。僕、わかんない。嘘だろ。遊園地にいる可能性が高いことはわかった。なら、すぐにでも出発しよう。じゃあみんな、行ってらっしゃい。
いやいやいや、君たちも一緒に来るんだよ。また子供をさらうモンスターがいると分かっている今、君たちだけ残していくわけにはいかないからな。そうだろう、みんな。意義なし。だな。そう、分かっ…そう。ところで、遊園地への行き方って分かるかしら。昨日、電波塔の上から確認したから、問題ね。方角的には、いつもの森から遊園地に向かう道がどっかにあるはずだと思うぜ。よし、森の中を通ればいいんだな。僕が先頭を歩くから、みんなしっかりついてきてくれ。なあ、ハル。なに？昨日のは、その…遺体…ごめんなさい。僕にもよくわかんない。そうか。ごめんな。随分歩いてきたけど、全然遊園地には着かないな。昨日上から見た時はもっと近くに見えたのにな。つーか、本当にこっちで合ってんのかね。僕が間違ってると言いたいのか。そんな風には言ってないですよ。でも万が一ってこともありますし。森の中は方角がつかみづらいのも事実だしな。あの、僕他に道がないか見てこようか。そんなことをしてはぐれたりしたら二度手間になるじゃないか。そうだよね。ああ、ダメ。私ちょっと疲れてきた。サキさん、大丈夫？ちょっと休憩する？んな時間はねえ。とっとと先に進まねえと。このペースだとあっという間に暗くなっちまうかもしれないしな。ごめんなさい、僕とお姉ちゃんが歩くのが遅いから。ごめんなさい。二人のせいじゃないよ。みんなも少し疲れてきてると思うし。カイトもドラクモンももう少し考えてよ。すまん。んなこと言ったってよ。ねえタクマ、本当にこのまま歩いてっていいのかな。そう言われると僕もちょっと不安になってきたかも。